はい、今イスタンブールの国際空港に来てます。いやすごいですね、このお店の数。最近新しくなったとかなってないとか。今ターキッシュエアラインのビジネスクラスのランジに向かっているところです。いやーすごい広いですね、この空港。今ね、電光掲示板の前に来てるんですけども、残念ながらね、私の便、今夕方の5時半ぐらいなんですけども、今私の、ね、1時20分発、朝の1時20分発なんで、まだ電光掲示板に載ってないですね。ひとまずラウンジを探してラウンジ行ってみたいと思います。ではね、ラウンジ出ました。で今からね、ゲートの方に向かいたいと思います。今回は F ゲート18ということで、なんか近いのか遠いのかちょっと分かんないんで、まあでもまだね20分30分ぐらいありますんで、ひとまずねゲート前まで行きたいと思います。それではね、ゲートの前に来ました。あと10分ぐらいありますんで、ちょっとね、ここら辺で待ちたいと思います。無事間に合ってよかったです。ちょっとこの空港本当に広いんで、ラウンジで皆さんゆっくりすると思うんですけども、ちょっと早めに、ね、出ることをお勧めします。まあ、私ちょっとビビリなんで30分前に出て、搭乗10分前ぐらい着いたんで結構かかりましたね。それではちょっとここら辺で待ちたいと思います。では搭乗開始したので、搭乗していきたいと思います。今回もビジネスクラスということなので、エコノミークラスはとんでもない列になってますね。で、今回でダイヤモンド州第3フライト目、
じゃない、第4フライト目ですね。これで一応ダイヤモンド修行の第4フライト目となってます。まあ、ジャカルタについて、そこから ANA 便で日本に帰るんですけども、ダイヤモンド修行としてはこれがラストフライトとなってます。それでは行きます。SFC 修行して良かったなと思いますよね。まあ、今回もちろんビジネスクラスでそれは関係ないんですけども、もしねこれがエコノミークラスだったとしてもですね、優先搭乗ね利用できますんでね、そういう意味でやっぱり SFC 修行もねされてもいいんじゃないかなと思いますね。何分並んでたんですかね。結構前から列できてましたからね。30分以上は待たれてると思います。では座席に着きました。今回は 1G という座席で、3人席の左通路側ということになってます。窓際を取りたかったんですけどね、窓際はもう予約でいっぱいでしたので、今回こちらになりました。ちょっとね見に行くまでまだ時間がありそうなのでちょっと待ちたいと思います。今回の座席はボーイング 777-300ER ですね。で、先ほど第3ルート目で乗った時よりかはちょっとモニターがちっちゃい気がしますね。こちらのねアメニティがいただけました。これベルサーチですよね。行きも気になってるんですけど、このロゴなんで多分そうだと思います。このポーチごとねもらえるということですごいですよね。ベルサーチです。お手洗いに来てます。相変わらずすごいいい匂いですね。まあ、アメニティティートとは変わらないですね。こういうのありますね。歯ブラシ等々はありません。こんな感じです。
結構なります。やっぱり30分ぐらい待ってますね。
そうですね。
これは普通の生キュウリですね。野菜不足で美味しい。そしてトマトジュース。メインだと思われます。スクランブルエッグ、美味しそうですね。Sekarang lucu sendiri ya ceritanya. Terus ini kayak gitu. Aku yang makan sendiri. Iya.
気があるな、お二人の。すいません、動画には撮れなかったんですけど、ベビーカーに赤ちゃんとお姉ちゃんが一緒に乗ってて、すごい可愛かったです。それではここで一回動画区切ろうと思います。今回は、トルコのイスタンブールから、ジャカルタに、ターキッシュエアラインのビジネスクラスで帰ってきました。これで、ダイヤモンド仕様、ダイヤモンド仕様で第4ルートの完了となりました。これからね、トランジットでエコノミークラスで特典航空券で羽田に帰ります。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。